こんにちは、普通のサラリーマンです。本日はディスプレイオーディオ内のミラキャストの接続設定と、あと Bluetooth の接続設定を行っていきたいと思います。それではこちらミラキャストを利用していきたいと思います。こちらタッチパネル内のオーディオで、こちらのミラキャストですね、こちらタッチします。で、はいにしまして、今度携帯側ですね。こちら Android の中でも操作手順がちょっと違ったり、 iPhone でも少し違ったりするんですけど、設定の中にその他設定接続、この中にワイヤレス投影、私の利用しておりますスマートフォンがファーウェイさんなんですけど、ファーウェイさんの商品だとワイヤレス投影っていう名前になります。で、これでディスプレイオーディオかマルチメディアっていうのが出てきますので、これでキャストができます。ちょっと白く飛んでしまってますが、ちょっと他の画面出しますね。このような形で表示されます。で、こちら Bluetooth 接続してないんですけど、ミラキャストの状態だとこちらちゃんと映像と音声が出力されるような形になります。それでこちら注意点といたしましては、一度エンジンを切ったりすると接続が解除されますので、また再接続が必要になります。ですので、例えば旅先とかでちょっとどこかに立ち寄って一度車のエンジン切りますと、こちらの再接続が必要となります。ちなみにミラキャスト接続中にシフトをドライブに入れますと、このような形で映像が出力されなくなりますので、その点はちょっとご注意ください。それと、いまいちつながりが悪いなという時には、ここのパワーとボリューム、こちらを長押しします。そうするとディスプレイオーディオが再起動かかるんですよね。このような形で、なんかうまいこと接続されないなって思った際には、一度再起動してあげると良いと思います。それでは続いて Bluetooth の接続設定を行っていきたいと思います。こちらミラキャストのご要望が多かったので、先にミラキャストの説明をさせていただいたんですけど、実際はディスプレイオーディオを利用するにあたりまして、 Bluetooth の接続設定が一番最初になります。こちら Bluetooth の接続設定に関しましては、携帯側の設定、こちら Android でも iPhone でも基本的な流れは一緒になります。設定の中にあります Bluetooth、 こちらをまずオンにします。で、この状態でこちらオーディオの Bluetooth 登録されている機器がありません、電話の登録を行いますかっていうところから進んでいただくか、もしくはメニューの中にあります設定 Bluetooth、 こちらから設定を行います。私の携帯電話はファーウェイさんの P30 ライトなので、こちら選択します。そうするとこのような形で、ちょっと今待機モードに入っちゃったので、多分失敗したんですよね。これもう一回ちょっと設定の範囲で、これもう一回ちょっとスリープに入らないようにして、これでペアリング用のコードが表示されましたら、これでペアリングですね。このペアリングのコードは毎回変わりますので、この数字はあまり気にしなくて大丈夫です。これで携帯電話とディスプレイオーディオの接続が完了いたしました。ちなみに Bluetooth に関しましては、エンジンを切ったとしてもスマートフォン側の Bluetooth が常にオンになっていれば、自動的に再接続を試みてくれますので、その点は手軽に利用できる接続設定だと思います。それでは本日はミラキャストと Bluetooth の接続設定についてでした。本日も最後までご視聴ありがとうございました。